じゃあ今から太ももね。はい。回転が危ないからしないでね。させないようにしてるけど。おお、はいはい。そう、右の太もも裏の筋肉痛がまだ癒えていない。癒えていない。痛い。マシになってきたでしょ。マシになってきた。悔しいけど。あ、痛さの向こう側が。わかるでしょ。はい、だからこれが分かった人は結構ね続くんですよ。はい、で、たまに定期で定期、はい、点検しとけば、はい、痛くならない。なるほど。緩んで、さらにその奥が緩み出した。なるほど。ね。お、取れてきたでしょ。はい。ってなると終わる。必要ないもんだ。で、今度ここね。ね、マシになってくるでしょ。でもだんだんマシになっていた。ああ、分かるでしょ。はい、おお、すごい。ここがね、あと残ってるのが分かるでしょ。はい、この辺もマシだし、はい、この辺もマシだし、はい、ここだけなのね。おお、嘘みたい。これは体の使い方でここの部分が傷んでるんですよ。でその体の使い方ってやっぱ個人個人で違うからね。はい、おお、取れたでしょ。はい、じゃあ今からお尻触っていきますよって話になります。